皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつも無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。鬱陶しい梅雨時が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。はい、ということでね、今日はさもさっぱりしたもん食いてーよーということで、まあ飯もないんでね、うどんでいきましょうかね。本日は何作るのかっちゅうことなんですが、肉団子うどん、非常に簡単なんでね、もうこの団子さえ作っちゃえばこっちのもんなんで、ぜひねお試しください。それではね、早速スタートしましょう。はい、それではですね、まずひき肉を用意しましょう。肉団子用ですね。はい、そうしたら味付けいきますかね。このひき肉に対してのちょびっとの醤油ね、ちょびっとでいいよ、ちょびっとね。はい、そしてひき肉に対してのちょびっとの醤油ってどんだけないこれみたいな、ちょびっとでいいからね。はい、そうしたらこのひき肉の重量に対しての 1% の塩、ここは本題ね、パッカライナとね、はい、入りました。あとはこれですね、ごまアビーリーね、ごまアビーリー少々ね入れましょう。はい、そして、はい、丸鶏スープの素ですね、うまみ倍増させましょう。ここでガッツンガッツンと、こんなものいいかね。はい、そうしたらあとはお野菜だね、ちょっとネギ切っていきましょうか。はい、それではお野菜の方ですね、ガッツンガッツンパッカライナと切ってまいりましょう。まあ、お野菜って何使うのってことなんですが、ギネだね。はい、ギネ、この汚いとこですね、この青いとこ使う今日はね。はい、青いところね。はい、じゃあちょっとねここ洗いましょうね。はい、ガッツンガッツンと、はい、洗い終わったら適当にね、縦にまず筋を入れちゃおうかね。ガッツンガッツンパッカライナとね、はい、ガッツンガッツンパッカライナと、はい、そうしたらこれをね、あ、ガンガンガガンガガガンガンだね、あ、ガンガンガガンガガガンガン、あ、ガンガンガガンガガガン、ガンボのつけですね。はい、入りました。はい、したらね、まあやや細かくね切った方がいいねこれね。うん、そうしたらさっきのねお肉のボウルの中でもバッツンバッツンバッツリーナですね入りました。今どんな感じなのってこんな感じになっておりますね。はい、そうしたらあとはね、ニンニク少しね入れましょう。ニンニク1かけか2かけぐらいね、この辺はお好みでお願いいたしますね。ガッツンガッツンのね、はい、ニンニクニンニク、手下ろせないね、気をつけてね。もうこう、もう下ろせなかったと思ったらもうでかいの入れちゃ大丈夫だからね。はい、そしたらね生姜だね。はい、生姜もガッツンガッツンパッカライナーですね。はい、これを入れて、あ、全部入ったね。はい、そしたらね、あとはねこれを練り練りするだけでございますね。揉み込むような感じでね、このおネギ、生姜、ニンニクだね、これを全部ねひとまとめにしますね。ガッツンガッツンパッカライナーですね。でこれあんまり練りが甘いとさ肉団子溶けちゃうんでね、もうがっつり練ってくださいね、粘りが出るまで、ガッツンガッツンのね、ガッツンガッツンパッカライナ、まあハンバーグみたいな感じかな。はい、ガッツンガッツンパッカライナといい感じだね。どう、だいぶ粘り出たね。このごま油とか入れると結構ね早めに粘り出るんで、ガッツンガッツンパッカライナね、はい、ガッツンガッツンパッカライナ、ガッツンガッツンパッカライナ、ガッツンガッツン、はい、パッカライナと、はい、こんな感じでね肉団子完成ですね。はい、それではこれ持ってバナコナの方へゴーしましょう。はい、例えばですね、バナーコーナーの方に、やってまいりました。今ね、黄金だし鍋に入っております。そしたらね、ここで添加一発ですね。はい、ちょっとね手やけどしないようにね、中火から弱火ぐらいにしましょう。そして沸騰してから、沸騰してからと沸騰する寸前にね肉団子作って、もうパッカンパッカン入れておくんでね、ぬるいやつぬるいうちに入れちゃうとどんどん肉がこう戻っちゃって、なんていうの、ぐちゃぐちゃなっちゃうからね。やっぱ熱湯ぐらいに入れないとこうキュッとね固まらないんでね、沸騰寸前までねちょっと待ちましょうか。はい、黄金だしね、いい感じで温まります。そしたらね、この肉団子だねですね、はい、これをまずねガツンガツンとね、好きだけ取ってください。おお、すごい粘ってるね。好きだけ取ったらねこんな感じでバツンバツンってやって、で、お、でかいニンニクあるよ、ここにこれ入れちゃおうか、ガツンと。そしたらこっから絞り出すような感じ、キューッとしたらスプーンでパッカリーナとね、たらどんどん入れていくと、はい、こんな感じでねこの全部の肉だねをねキューッとやったらここでパッカリーナと
ね、取ると。で、がっつりなと。で、キューッとやったら、バッツリなと。ね。はい、この繰り返しで全部のね、このネタ、ね、肉だねを団子にしましょう。ね。キューッとやったら、今日、ポコンと、ね、入れていくと。キューッとやったら、ポッコリだと、取って、パッカリーなと。キューッとやったら、ポッコリなってやって、パッカライなと。ね。はい、それではね、こんな感じでね、もうキューパン、キューパン、ポッコリなとね、全部この中で肉団子を作っちゃいます。はい、お鍋の中ですね、肉団子パッカンパッカンとね、全部作りました。そしてこの肉団子の、どうやったら煮えてるのが分かるのかっていうことなんですが、今沈んでいるじゃないですか。沈んでちょっとね、今炙くちょっとが出てるんですけど、これが肉団子は完全に煮えるというか、火が通ると上にパッカンパッと置いてくるんでね、そうなるのを待ちましょう。その間に白髪ネギでも作っとくかね。はい、それでは白髪ネギですね、まあ、作り方は別動画にね、白髪ネギの作り方っていうのはあるんですがね、今日やっちゃいましょうかね。はい、これ好きな長さ、あんまり長いとやりね、ちょっと切りにくいんで気をつけてください。切るじゃん、切るじゃん。そしたらこの真ん中のここまで包丁がっつりやって入れます。はい、そうするとパッカリーなと開くじゃんね。そしたらこれを逆側にして、まあ押し潰すような感じ、そうしたらあとはこれ縦に切るね。そんな感じね、あがつんがつんパッカリーなとね、あがつんがつんパッカリーなと。おめ、白髪ネギ何すんのってことなんですか。まあちょっとこうしゃれ込んで飾るかみたいな。肉団子っつったらこれ白髪ネギだろうみたいなね。もう白髪ネギっつったらこれ肉団子だろうみたいなね、感じなんで、こんな感じになりますね。はい、そうしたらあとはね、ボールかなんかにバッツリなとね入れて、お水ですね、ガッツンガッツンパッカリーなとね。はい、こんな感じでね、白髪ネギね、完成となります。じゃあね、またバナコーナーの方へごしましょう。はい、お分かりになりますでしょうか。肉団子ですね。ちょっとアクが出たらね、アク取ってあげましょうね。さっきまで沈んでた肉団子ですね。はい、これがね、パッカンパッカと浮いてきて、もうそろそろ食い頃だぜ、これってね、言ってるような感じではないでしょうか。ね、はい、こんな感じでお願いいたします。はい、そうしたら、じゃあタレの味付けだね。この黄金だしに対しての、はい、もうね、わかりますね。1% のお塩。ね、ガツンガツンパッカラーメンと入りました。はい、そして、まあ、いつものようにね、香り付けのお醤油、まあ、醤油入れたくねって人は別に入れないんだけどね、なんとなくこう薄醤油色のうどんってうまいじゃんみたいなね、感じだね。こんなもんね、だからもうほぼほぼ味付けは塩と黄金だしでもうベリーグッドでないでしょうか。はい、そうしたらここにね、はい、3色パックのうどんだね、まあ、1食パックでも3食パックでも何でもいいけどね。はい、うどんを入れます。バッツリなと。はい、こんな感じですね。これであとはうどんがほぐれたら完成ということになります。簡単でしょ。肉団子さえできちゃうね、もうこっちのもんだから。まあ、これがまあさっぱりしてうめんだ。こう梅雨時とかこうジメジメした時はね、ズルズルズルっとね、でお肉に入ってるニンニクと生姜のパワーをガッツリといただいて、もうこの梅雨空をすっ飛ばすぜってことでね、うどんほぐれるのを待ちましょう。はい、お分かりになりますでしょうか。うどんの方ですね、ほぐれました、温まりました。そしてこの肉団子から出たこの良質な油っていうの、まあ、ごま油の油も出てると思うんだけど、これがまたね、火止めようね、いい感じではないでしょうか。それではね、これ器に盛り付けて食してまいりましょうか。はい、まずね、ドンビリーバブルですね。ドンビリーバブルにうどんの方をね、これ気をつけてね、バツンとか跳ねるから、バツンとかね、これ気をつけて静かにね、バツンバツンバツリなとね。はい、うどん、まあ、たまにはうどんもいいよね。たまにって結構うどんもね、美味しいね。そばも美味しいしね。やっぱ麺類っていうのはやめられません。止まります。熱いなってね、こうなっちゃうんで気をつけてください。はい、ラスト1本かな。はい、ラスト1本。ラスト、取れない。まあ、いっか。ね。はい、そうしたらね、つゆですね。つゆを、バツンバツンバツリなと。ね。バツンバツンバツリは見えてねえか。バツンバツンバツリなとね。はい、そしたらね、肉団子好きなだけ、もう昼だから3つぐらいでいいかな。4ついっちゃおうかな。あんま入れてもね、これ昼はね、ちょっと少々なんですよ、私の場合ね。はい、入りました。はい、そうしたら、先ほどのですね、白髪ネギですね。はい、白髪ネギなどをバッツリなとね。でも余っちゃってるよ。まあ卵でもいいんだけど、なんとなくさっぱりいきたいんでね。はい、
わかめでも入れますかね。はい、こんな感じね、ガッツンガッツンと、はい、いい感じじゃない、なんかね。はい、そしてこの白髪ネギの上に、はい、カプサイシン効果、これちぎってガッツンガッツンパッカライナとね、うん、入れておきましょう。はい、もうこれシャレオツうどんになっちゃったからこれね。はい、それではテーブルの方に運んで食してまいりましょう。はい、テーブルの方にですね、肉団子うどんですね、運んでまいります。それではね、早速食してまいりましょう。シャレオツになっちゃったねこれね。うん、30個パックのうどんがね、肉団子とわかめとネギ添えただけでもこんな感じ、もシャレオツよこれ、もうたまりませんからということでね。はい、それではまずスープでね、お口の中湿らしましょう。いただきます。しぶる、うん、優しい味だこと、うん、まあたまんないっすね。はい、それではね、肉ダンディーですね、肉ダンディーいってみますかね。ちょっとこのまま食うとやけどしちゃうんでね、うん、ちょっこりなと切って、うん、よいしょ、わーすごい、なんかニンニク生姜の香りがパーッと広がるね。はい、それではね、いただきましょう。まあ、このネギのこの青いね、やや硬いとこ、これも肉団子しても全然美味しくいただけるんでね、ぜひね、無駄遣いしないでくださいね。いただきます。うん、おっか、まあうまいね、まあうまい、いやたまらんね、うん、うまいな、うん、おいしい、うん、いただきまーす。うん、いや、いいね、うん、ほんとさっぱりしてるわこれ、ほんとうまい、うん、もうさっぱりだけじゃない、この肉団子を食べたけど、この肉汁とこのニンニク生姜の爽やかさ、これがもうジュワーッと口の中に出てきて、まあたまんないから、だからそこ熱いよな、わかめもな、うん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 、まあ暑いね、まあ暑い、うん、うん、美味しいな、肉団子、うん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 、まあね、うん、よし、あ、うん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 、やっぱこの徹夜明けのさ、疲れてるってことか、もうがっつりもいいけど、こうさっぱりもいいよね、うん、いただきます。うん、おやしこにも最高じゃない、うん、いただきます。うん、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 まあうまいな、うん、まあ、急に彼氏がとほら泊まり来ることになっちゃってもうね、うん、もう朝起きて、いや困っちゃったな、もう3食パックのうどんとひき肉しかないんだけど、はい、これ来たこれみたいなね、うん、ただのかけうどん酢うどんよりでも肉団子ちょこっと作ってね、シャレオツにこうネギ唐辛子これ受けて、いやシャレオツ、おーやるなお前、この料理上手だったのってもうこの野郎胃袋わしづかみかいっていうねことになるかもしれないんでね、ぜひお試しくださいね、ほんと美味しいね、簡単だしね、うん、お値段的にもリーズじゃないこれね、うん、栄養的にもあるからね、うん、ぜひお試しくださいね。はい、ということで本日の最後で無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、うん、肉団子うどんの作り方、これ一丁動画にしてみました。ね、もっと簡単デリシャスなんでね、ぜひお試しください、そして皆様に一つお願いございます、あ、違う、これ言葉が一つ、お願いします、いやボケてんな、ダメだなこれな、うん、動画とのモチベーションを維持するために皆様も温かいここでグッドマークよ、1票入れていただければ幸い、1票入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。またお会いいたしましょう。季節の変わり目、梅雨時ね、体調崩さないように手作りのもんをガツンガツン釣りにこ食べて暑い夏を迎えましょう。じゃあね、またね。